夏至ってなんかすることあるのかなって思ってポンコちゃん調べたそうなんですね。冬至ってね、いろいろなんかゆず湯に入ったりとかアクションもあればね、なんかかぼちゃ南京食べようかなとかなんかいろいろあるじゃないですか。夏至って意外と何したらいいんだろうって思って調べたそうで、まあ、例えばこう夏至にまあこんなの食べるといいよって地域によって違うそうなんですね。例えば関西だとタコを食べるとか、まあ、いろいろその地域によって、三重だとねなんかみょうが食べるとかいろいろあるそうなんですけれども、香川はうどんを食べると出てくるんですよね。香川のうどんって別に夏至に関係ないよねっていうところが非常に気になったんですけど、どうでしょうか、香川の方は、あ、今日夏至だうどん食べようってなりましたかね。どうだいつだってうどんなんじゃないかなっていう気がするんですけれども、ぜひね、うちではこんなの食べるよっていうものがあったら教えていただければと思います。本当にそんな食べてるのかな、なんでそんなにやっぱり美味しいからなのか、それとも香川としてなんでしょうね、食べなきゃっていう気持ちで食べているのか、非常に気になるところですよね使命感なのかな、やっぱり香川の人間としてたくさん食べなきゃっていう気持ちもあるんでしょうかね。ぜひね、今日の晩御飯についても教えてください